笹田でございます。今日はテレアポ飛び込み前に必ず考えてほしいたった一つのことということでですね、まあ、今いろいろ営業研修させてもらったりとか、営業のロープレでお客さん役をさせてもらって、フィードバックをするっていう機会をいただいてやってるんですけども、その中ですごく感じることがですね、まあ、テレアポ初心者の方とか飛び込み営業今やってますみたいな、飛び込みちょっと少ないですけどね、当然なんですけど、営業の新規開拓の営業なんか、もしくは商談でもそうなんですが、考えられてないけど考えなきゃいけないことをしてない人が多いんですよ。で、それが何かっていうことを今日解説をしていきたいと思うんですが、結論から言うとですね、私はあなたに何をしてあげたいと思ってるのかっていうことを明確にできてない営業がいて、それを持ってないまま電話かけたりとかアプローチしてしまっているので、そもそも会話が変な感じになるっていうのがよくあるパターンなんですけど、実際起こってると。例えばじゃあ求人媒体の営業したいって思った時に、求人媒体の営業って基本的にやれることっていうのは、その会社さんの必要な、まあ、人手であったりですとか、まあ、労働力を供給する。もしくは、必要なスキルであったり、経験を持っている人をご紹介するみたいな感じで、人材営業ってやれることっていうのは人の紹介なわけですよね。なので、私が今回この会社に所属してこのサービスを提供するにあたって、人手不足を解決したいですっていうのが相手に対してやりたいことなわけですよ。じゃあ他の例で考えたときに、例えばここに Mac がありますと、パソコンを売ってますと、パソコンを売ったときには、いやもっとパソコン環境を良くしてあげたいとか、もっとこういう作業ができるようになってほしいみたいな形で、この Mac を使って、もっと、まあ、システムであったりとか作業を効率化してほしいみたいな形で、要は自分はあなたに対してどうなってほしいのかっていうことを明確に持っていないまま連絡アプローチをしてしまっているということですね。当たり前じゃんと思うじゃないですか。けど意外とそのテレアポであったり飛び込みであったりっていうプッシュ型の営業をやってると、とにかくアプローチすることが目的になってしまう、電話かけることが目的になってしまって話せてないんですよ、そこのやりたいと思っていることが。で、なんでそれがないとダメなのかなんですが、突然ヒアリング始めちゃったりとか、お前そもそも何者なのみたいなことで、そこの説明がないまま、ちょっとじゃあ2、3質問いいですかとか、あ、じゃあ資料だけ送らせてくださいみたいな形で、自分の軸になるものがないので、どんどん会話が逃げていく方向に流れちゃうんですよね。資料だけ送らせてください。1分だけお時間よろしいですか、名刺交換だけでもとか、あ、じゃあメールアドレスだけ教えていただければこちらメールマガ送りますねとか、知らないよと。で、そもそもなんでそうやって情報提供を受けたりとか、打ち合わせをしたりとか、資料を送ってもらわなきゃいけないのかと思った時に、それは理由として、ちゃんとこう、私はあなたにこういうことをしたいからっていうことがちゃんと伝えられてるからなんですよね。なんで自分が営業するにあたって、特にプッシュ型もプル型も何でもそうなんですけど、自分がお客さんと会話をする、営業するにあたって、なぜあなたに連絡をしたのか、なんであなたに伝えたいことがあるのか、それはあなたにこういうことをしてあげたいからっていうベースになるコアなものをちゃんと持っておかないと、そもそも営業って成り立ちませんよっていうのが今日お伝えしたことでした。私はあなたに何をしてあげたいと思っているのか、それか確かにね、相手によってそんなのいらないよとか、いやそんなお聞きがましく言われましてもとか、いやいやお前に言われることじゃないと思われるかもしれないんですよ。ただそれはそれで今のタイミングじゃなかったってだけであって、ただ営業としてお客さん提供したいのは、私の人柄の良さとか何か面白い話持ってきたんじゃなくて、自分が扱ってる商材プロダクトを通してあなたを幸せにしたい、豊かにしたいっていうことだけなので、まずはそこを明確にした上で、自分が相手にできること、これを持った上で営業をかけていただきたいなというのが今日お伝えしたい内容でございました。軸ですので、これが営業にとってのまずその軸になるものをしっかり持った上でアプローチしていただきたいのが今日お伝えしたい内容というところでございました。今日の動画参考になったらいけるのかなと思っていただきましたら、ぜひチャンネル登録、高評価もしていただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は以上です。